青木重吉は日本の実業家、太陽石油の創業者、明治19年12月21日高知県高岡郡高岡村で生まれる。姉のと次先にデッチ暴行をしたことがきっかけで商売の道に入り、明治41年に地震の名字を入れた青木石油店を高岡に開業。天貧棒を担ぎながら灯油を売り歩く日々を送る。 しかし大正4年に経済の発展から将来性が見込めるとして経営の拠点を愛媛県八幡浜に移し石油製品の小売業へ転換さらに独自の生成方法やオリジナルブランドを開発し販路拡大を始める大正9年に原油輸送の要であるタンカーを木製ながら自前で建造し石油元売りに売って出るこれが成功して 大正14年には、青木運送を設立して、海運業にも進出。昭和5年に、青木運送を株式会社化したのきに、青木石油に名称変更。昭和16年ミカド石油、松岡石油と統合して、太陽石油を発足、代表者となる。終戦後の昭和33年には、当時困難と思われていた、旧ソ連からの原油輸入を実現させ、 石油業界から注目されることになり、昭和35年に東京へ本社を移す。昭和46年4月21日没。高知経済人列伝。鍋島公明編著高知新聞社2016年。P13。ありがとうございます。